河野一千万条4月22日から1966年1月25日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。山口県出身。河野スケクロウの息子として生まれる。1914年12月海軍兵学校を卒業し、1915年12月海軍少尉に任官。海軍水雷学校高等科で学ぶ。 第一県外艦隊参謀、伊津義総院、同文隊長、第五戦隊司令部付県参謀などを歴任し、1926年11月、海軍大学校を卒業。1926年12月、海軍少佐に昇進し、伊勢通信長に就任。1928年2月、 軍令部参謀となり、以後、第一艦隊参謀兼連合艦隊参謀を、歴任。1931年12月、海軍中佐に進級し、軍令部出資県海軍省出資に就任。1932年3月、軍令部出資となり、欧米各国に出張。同年11月、軍務局局員に転じ足柄副長、軍令部出資を歴任。 1935年11月、海軍大佐に昇進し軍令部、第2部第4課長に就任した。1937年11月、大本営海軍参謀を兼務。同年12月、中艦長に転じ、以後、連合艦隊参謀兼第1艦隊参謀、連合艦隊司令部付け兼第1艦隊司令部付け、あたご、不相の各艦長。 第6潜水戦隊司令官を歴任。1941年10月、海軍少将に進級し太平洋戦争に出生。マレー作戦、フィリピンの戦いなどに参戦した。1942年4月、横須賀鎮守府出資となり、同月、第3潜水戦隊司令官に就任。以後、軍令部出資、軍令部第4部長兼。 大本営海軍通信部長、横須賀通信学校長、県栗浜第二警備隊司令官などを歴任。1945年5月、海軍中将に進み、海軍対戦学校長を兼務した。同年7月、軍令部出資となり、同月、関西本部造戦造兵監督長、県海軍省出資、県関東管理庁、県関東監査長に就任。 終戦時は、関東新越軍事監督部長であった。1945年10月、予備役に編入された。ありがとうございます。